沢内醸造は19日、記者発表にて八戸ワインを含む4種類の新作を発表しました。沢内醸造は主に青森県産のブドウを使った日本ワインメーカーで、ナチュラルな生のワイン作りが特徴です。沢内明宏代表はこの日、市内で栽培されたブドウから作られる八戸ワイン1種類を含む4種類の新作ワインを今月22日に発売すると発表しました。シャルドネは結構、フランスだったりイタリアでもよく作る。今回、3種類のスパークリングと1種類の赤ワインにしてます。で、まずその3種類のうちのスパークリングのうちの一つは、八戸で採れたブドウだけで作った、スパークリングですね。ピコロってちっちゃいっていう意味なんですけども、八戸で採れたブドウだけで作ってます。ナイアガラとポートランドっていうブドウ、2種類ですね、半々で作ってるんですけども、うちはそれ掛け合わせた方が、ナイアガラってすごいこうアロマチックというか香りが強くてですね、むしろ逆に強すぎるところがあるんですけど、それをポートランドとこう合わせてあげて香りも抑えながら飲みやすく楽しめるスパークリングに仕上げてます。はい。でお料理なんかはね、地元の八戸の食材にすごい合ってると思いますので、イカのお料理だったりですね、イカさとお刺身にしたものとかだったり、にはすごい合うと思いますので、ぜひそのピッコロと八戸のブドウで作ったねワインと八戸の料理を合わせていただきたいなと思ってます。シャルドネは世界品種というか、ヨーロッパ、アメリカだったりですね、本当世界中で作られているブドウ品種なんですけども、なかなか八戸でもやってるんですけども、そこまで大きくは育ってはいないんですけども、なので八戸と、山形の、ブドウをですねちょっと掛け合わせてます。まだちょっと比率はもう山形の方が断然多いんですけども、2割程度かな、八戸のシャルドネが入って作ってます。シャルドネってすごいコクのあるブドウで、あと、アルコールのボリュームも 12% 出てるんですけども、やっぱ糖度もしっかり出やすいブドウなので、ワイン専用品種ですねって言われるものなんですけども、それで作ったスパークリングです。お食事はですね、全般というかそういう前菜とかですね、軽いものからあとメインの方まで味わえるように、アルコールのボリュームがしっかりあるんで、お肉料理だったりですね、豚肉のローストだったり、そういうのに合わせても合うスパークリングに仕上がっております。ポップアランチャ、でアランチャって、オレンジっていう意味なんですけど、オレンジワインですね。うちでは2年目からオレンジワイン作り続けてるんですけど、オレンジで作ったワインっていう意味じゃなくてですね、オレンジカラーワイン、アンバーカラードワインとかも言うんですけども、作り方がちょっと特殊なので、ブドウ 100% なんですけどオレンジ色になるっていうオレンジワインです。ブドウ品種はこれはデラウェアだけで作ってます。デラウェアを、普通白ワイン用のブドウなので絞った後に皮をすぐ取って、アルコール生成させて、で熟成させると普通の白ワインになるんですけども、これは、赤ワイン作りをしてるんですね。ブドウを白ワイン用のブドウなんですけど、絞った後にブドウの皮と一緒につけておくとアルコール発酵してきて、でアルコールっていうのは色をこう出す要素があるんで、アルコール発酵してくるとその、アルコールの液体の中にブドウのちょっと赤い皮の果皮だったりしてるんですけど、デラウェアその皮の色が移って、本当にブドウの濃厚なというか出汁のような味が移るのがオレンジワインの特徴ですね。でそれでまず作ったオレンジワインを、にうちでは大きいタンクでガスを吹き込んでスパークリングワインに仕上げてます。でオレンジワイン自体は、よく言うナチュール系とか自然派で作るワインが多いんですけども、その作る工程はもう全く自然派なナチュールな作りをしてるんですけど、最後にちょっとガスを入れてあげるっていう、ハイブリッドなナチュールのスパークリングワインに仕上がってます。これはアルコール度数 9% ですね。色からもそうなんですけど、これから5月に入ってってですね、だんだん八戸の、ウニとか、あと、もうちょっといくとホヤとか出ると思うんですけど、色で合わせていただいてですね、ウニのお料理とかウニの、パスタでも生で食べるものでもいいんですけど、そういうものと合わせるとぴったりな、オレンジワインに仕上がっております。ソリッソっていう赤ワインでございます。で、
ソリストっていうのは、笑顔っていう意味があるんですけど、イタリア語でですね、ちょっとエチケットもちょっとこうニッと笑ってるような感じです。で、これ自体は畑が秋田の北、秋田なんですけども、で採れたブドウを使ってます。もう畑でいうともう東北随一 の畑でですね、北林さんっていう方がやってる畑なんですけど、そこのメルローをいただいて作ってます。比べてなんでってわけじゃないんですけど、メルローの品質でいうともう本当に素晴らしいメルローなので、それはちょっとこれ単体で作りたいなと思ってですね、で今回リリース合わせてで秋田のメルローで作りました。でメルロー自体の、特にこう特色というか、コクのある味わいが出てますんで、それほどタンニンというか渋みはですねそこまで出てないんですが、それこそコクだったり 赤ワインを求めてるそのなんていうんですかね、濃厚さっていうのがあるワインに仕上がってるので、分かりやすいですけどお肉料理ですね、ローストしたお肉だったり、本当ローストグリルでちょっと焦げ目のついた、お肉とお野菜と一緒に料理したものなんだと一緒にですね飲んでいただければぴったりだと思います。こちらの店内、ブロンズグリルさんの方でも一緒に販売、そうですね、グラスで出しますので、ぜひカジュアルに、ハンバーガーと一緒にですねワイン楽しんでいただければなと思ってます。ゴールデンウィーク前にね、出したのでお休みが結構ねできて、何日かね休まれる方もたくさんいらっしゃると思うんで、ぜひご家庭でですね、本当カジュアルな家庭の料理と合いますんで、そういうお料理と八戸の、食材使ったお料理と八戸のワインだったり、この他のスパークリングもそうなんですけど、カジュアルに合わせて飲んで食べて楽しんでいただければなと思ってます。沢内醸造の新作ワインは今月22日からの発売で、市内のスーパーや量販店などで取り扱います。